人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ。カイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。これじゃまともに進めねえ。待て、カイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。 逃げられると思うなよ。ビッグマム、もう着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。ガイドを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。
俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるなんて図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールドロジャー、 海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一ミリも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。 大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。
花海賊になってな。怒りを上げろ。おお晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はな。